ロアッソ熊本のコールは赤と白、綺麗なコレオグラフィーが出ていました。赤と黒のユニフォーム、ホームのロアッソ熊本。ファーサイド、こぼれた。左足、佐藤優也止めた。佐藤大輝です。山田浩太ちょっと座り込んでましたが、立ち上がりました。ヨハ、チャンス。ミドルシュート、弾きました、佐藤。ヘディングシュート、先制ロアッソ熊本、コーナーキックピタリと合いました。イオハです。まあ、高さというよりもうまく頭出したと思います、当てたと思います、はいはい。まあ、身体的な強さもそうですけども、まあ、黄色のユニフォームがすごくいたと思うんですけども、うまく間取りながら瞬間的に空いたスペースに頭をこう出したって感じ。細かいパス交換から山田浩太、繋がった、パスにした、リサロ、後ろからシュートだ、同点。追いつきました、モンティデオ山形。山田浩太が走り込んできました。1対1です。熊本の選手たちをこう密集作っておいて、2列目の山田浩太浮きましたもんね、まあ、作りのところでも参加しますし、うまくフリーになったところ、少しアウトにかすぐに藤田がプレッシャーかけてちょっと遅らせます。あ、杉山が中に運んで引っ掛けた、南、山田浩太スルーパス抜けた、南浮かせる。ただ攻めるのみ、その結果ここで逆転、ボンテデオ山形リード1対2。まあ、この山田浩太のラストパスも見事でしたけども、まあ、直線的なボールだったんですけども、出てくる佐藤優也の動きもしっかり見ながら、シュート性のボールを、速いボールを入れて、はいはい、お、杉山狙ってきた、クロスバー、準備できてないと見れば打ってきました。先ほどのフリーキック、杉山空いた、野田です、ヨハ、平川スルーパス、高橋が前を取りに行くが PK。後半の入りのところからやっぱり前向きでしたよ、熊本の選手たちは。の背後ですよね、狙うのはね、まあ、前半一本もなかったですね、こういう場面ね。逆をついた、同点、完璧に逆をつきました、杉山、2対2、状況変わります。いや、難しい精神状態だったと思いますよ、まあ、前半自分のところからボールロストから失点してますし、まあ、キーパーの動き見て流し込みましたね。ちょっと高い位置を黒木が取りますが、姿からもう一つ縦、バックパス、あーと短くなった、杉山どうかな、打ってきた、巻いて狙いましたがわずかに切れていきました。もう今のも背後一本ですよね、デラトーレ浮いた、デラトーレ左、河合歩夢クロス、逆から来た、河合シュート、クロスバー、これでデラトーレ、いやー、よく止めた。佐藤優也もよく戻りましたけれども、ただビッグチャンスでした、モンティデオ山形。ボールが落ちた場所もすごく良かったですし、熊本の選手たちがやっぱり少しボールウォッチャーになったところの大外の背中からですから、はい、うまく触ったと思いますし、試合終了。